世話になった。そんな、俺の方こそ。兄貴たちはこれからどうするんですか？クロマントを追いかける。あいつらなら今朝来れる山の方に行っちまいましたよ。怪我してるやつもいたんで止めようとしたんですけど。来れる山、俺たちも行こう。お気をつけて行ってらっしゃいませ。お客様、どうぞ良い旅を。皆さん、私を忘れちゃいませんか？いいよ。ある時は凄腕マテリアハンター、ある時は華麗なる暗殺者、ある時はお助け美少女忍者。果たしてその正体は？みんな大好きユーフィーちゃんだよ。行くぞ。ちょっと待て、そこのツンツン頭、私と勝負しろ。私が勝ったら私の下になれ。その代わり、万が一あんたが勝ったらこの私が仲間になる。どうだ。ん？逃げる気？勝負しろ。しろったらしろ。どうしたどうした、私の強さにビビってんだろ。やっぱりそうか。ま、私の実力を知ってれば当然か。ここで皆さんに朗報です。そんなビューティー忍者である私が仲間になってあげます。どう？嬉しいでしょ？はあ、そうだな。そうこなくちゃ。しょうがないな。仲間になってやるか。よろしくね、ユフィ。少しでもおかしな真似したらジュノンの大砲に詰め込んでウータイめがけてぶっ放してやる。怖っ。でも了解。ユフィ、キサラギ、めいっぱい頑張ります。ポジションはここだ。動いていないようだ。登れるかな。余裕余裕、景色を楽しめばいいんだよ。何にもねえよ。ん？あるのはぶっ壊れた魔法炉だけ。あ、そっか、バレットはこの辺りに詳しいんだよね。さあ行こうぜ。ねえねえ、マテリアは魔法が固まったものだって知ってる？ああ。つまり魔法炉があるってことはマテリアも。よっしゃ、張り切っていこう。ユヒ、俺たちはもう仲間だ。勝手な真似すんな。あ？何でも許可が必要ってこと？そうだ。あ、そう。じゃあ歌っていいですか？あ？背中描いていいですか？耳にほじっていいですか？えっつっていいですか？ねえ、いいですか？ねえねえねえ、いいですか？ああ、うるせえ！全部ダメだ！あ、オーバー！オーバー！君はよくそんな人
と一緒に戦ってきたね。でもいいところの方が多いよ。悪いところが49でいいところが51みたいな。もう少し差があるかな。バツが45で丸が 55? ああ、いいわよ。エアリス大丈夫かな。ごめん、足重くて。少し休もう。でも急がないと。マテリアじゃなかった、クロマント逃げちゃうよ。そうだ、私が先に行って偵察してきてあげる。みんなは後から来なよ。じゃあ後で。後でじゃねえよ。心配だから私も行くね。バレットなんだか様子が変だし。頼む。上で待ってるからゆっくり来てね。うん、ありがとう。
えだ。くっ、くっ、くっ、暴れるぞ。畳みかける。くっ、そこしゅ、くっ、終わりだ。そこ、くっ、当たれ。くっ、次だ。最近の登山者はマナーがなくとな。山の基本は挨拶だろう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 。
さっさと降りて。俺たちを追ってきたのか。はい。違う違う、こいつらジュノンで迷子になってたんだよね。回収して運んでたら急に騒ぎ出してさ、だから降ろすことにしただけ。どうして突然騒ぎ出したのか不思議だったけど、まあいっか、考えるのは私の仕事じゃないし。じゃあ、もう帰る？私と先輩は、ね。
タークス、やっぱり動いてる。迷惑な働き者だ。ねえ。急ごう。バレットたちが待っている。続いてヒュージマテリアプロジェクトの話をしよう。各市の魔鉱炉で同時多発的に異常なエネルギー反応が検知された。各データを詳細に分析したところ、巨大な生命体が存在する可能性が極めて高いという結論に達した。おお、我が愛しのウェポン。古い記録にその名を確認した。星に危険が訪れると出現する怪物だ。体内に巨大なマテリアを内包する。いや、巨大なマテリアが生体化したというべきか。その存在を知って以来、恋焦がれ探し求めた。まさに星と生命の神秘。この手でなで、組織のヒダの奥まで調べ尽くしたい。この科学の目で。なんだ。今回のプロジェクトでその夢も叶う。ヒュージマテリアをこの手に掴むのだからな。納得できないわ。ヒュージマテリアの人工生成技術はあと少しで実用化できるのよ。もちろんそれは知っている。このプロジェクトはあくまでも天然物の回収が目的だ。ビルのロビーにでも飾りますかな。マテリアなんぞどうでもいいが、抜け殻の方は私が引き取るぞ。ねえ社長、本当のことを教えて。ウータイが狙っている。それを先に言ってくれなくちゃ。あれですか、軍を借りるわね。精鋭を用意してやる。ルーファウス社長。なんだ。プレジデントにはお答えいただけなかった質問があります。同じ質問をしてもよろしいですか。アバランチの活動に乗じた魔鉱炉の爆破、続く7番街プレートとスラムの破壊、共にプレジデントはネオミッドガル計画の一部だとおっしゃっていました。しかし実際にはネオミッドガル計画の根幹をなす約束の地は見つかっておらず、正体さえ。うん。親父は年を取った。そして焦った。あの暴挙の理由はそれ以外にないだろう。いい機会だ。あの件に関しては私も疑問に思っていたことがある。なぜ誰も親父の強行を止めなかった。私は神羅カンパニーを変えたい。より高く、深く、広く、早く、強く、固く。親父と共に戦ってきた君らには大いに期待している。私には親父に見せた以上の忠誠を見せてくれ。はい、開けておくれ。エルミナ、
ザックスだね。ああ。エアリスは？上に。うちに連れて帰るよ。あの家はシンラが見張ってる。何度か見に行ったんだ。もういないよ。向こうもそれどころじゃないんだろうね。でもあんたじゃ世話できないだろ。いやそんなことないって。俺ずっとクラウドの。できてないよ。見てごらんよ、エアリスの肌カサカサじゃないか。それにこの汚れ。悪いね。置き手紙を見て覚悟はしてきたけど、やっぱりこんな姿見るとね。うん、車椅子を借りてきたよ。エアリスを乗せて、クラウドはあんたがおぶって、それで行けるだろ。ああ、行けると思う。それ、エアリスの。ああ、知ってるよ。あれ、エアリス？どうしたの？エアリス。なあ、エルミナ。なんだい？何が起こってるんだ。世界が終わる。みんなそう言ってるよ。エアリス。ミッドガルってどっちかな。方角的には東だ。向こうだな。お母さん元気かな。俺が会った時は元気だった。心配してたけどな。親不孝だね私。事情を話せば分かってくれるさ。説明大変そう。汗かいた。偵察はどうだった。異常なし。ついでにマテリアもなし。マコールに着く前にとっつかまえたからな。ねえ早くマコールへ行こう。クロマントたちはもうマコールに行っちゃってるよ。
あれが。これるマコール。ねえ、あのクロマントの人たちって何なの？シンラの犠牲者だ。じゃあ、私たちウータイと一緒だ。どういうこと？ウータイはね、シンラにあちこち爆撃されて、街もみんなもボロボロにされて、その上、インチキな条約を押し付けられたんだ。停戦はウータイも歓迎したんだ。ジジイたちが勝手に受け入れたんだ。昔から国のことを全部決めてて、みんなおとなしく従ってきたけど、こればっかりは不満爆発。そんな怒った国民が期待したのが、グレン大佐とその仲間たち。元ソルジャーで脱走兵のサンバガラス。初耳だ。錆びついた足かせみたいなしきたりをぶっ壊してウータイを元気にしてくれたんだ。そこに大佐たちが信頼するスフール総督って人が合流して革命が起きたってわけで、暫定政府が誕生したの。革命か、やるじゃねえか。どうして暫定政府なの？本当の政府はシンラとの戦いが終わってから国民全員で選ぶものだからって。だからね、私たちは暫定が取れるように頑張ってるわけ。燃えるっしょ。どうしたの？置いてくよ。考えろ。俺たちは先に行く。その言い方、また来るよ、ウェポンちゃん。それまで元気でね。ウェポンってのが現れる。シンラが星を追い込んだってことだよな。つまりアバランチの主張は正しかったってわけだな。あ、そうだろう。ああ、でも危機の原因はシンラだけじゃない。セフィロスだね。うん、行こう、星を助けないと。
てるの？羽橋だ。下げないと渡れない。どうしよう。なんだよ。バレット、何か知ってる？あそこにある操作室で橋を下ろせる。どうやって行くの？炭鉱を通る。長いことほったらかしだから中がどうなってるかわからねえ。足下げてやっから、ちょっと待ってろ。おい、クロード、こっち来い。魔法の影響かもしれない。しばらく休んだ方がいい。クロードを休ませて、私たちで橋を下ろしに行かない？そうだね。そいつで連絡するからよ。それまでゆっくり休んだろ。よし、そんじゃ出発。